フワマーク駅は、バンコクの人口約12万人が暮らすスワンルバンクに、ある、大国有鉄道等本線及びエアポートレール、リンクの駅である。両社の駅は近接しており、乗り換えが可能である。国鉄フワマーク駅は、クルンテープ駅から 15.18km 地点に位置しており、普通列車で約40分程度である。 一等駅であり1日に28本普通列車が発着する。大国鉄東本線の当駅からチャチューンサオ駅までの区間は、1994年から2004年にかけて実施された改良工事で参戦化され、レムチャバンコーラートクラバン、内陸コンテナデポ駅間でのコンテナ貨物列車の頻繁運行等に対応するものとなっている。当駅異性の区間については、 1990年に開始されたホープウェル計画により、東本線あたり駅ヨムマラート北本線、ランシット駅間の高架化が行われる予定であったが、進捗の大幅な遅延のため同計画の事業免許は1997年に取り消され、東本線の高架化は実現しなかった。1990年代には、 朝らし主事に当駅クルンテープ駅間で多数の通勤列車が運行されていた。しかしながら、バンコク都心部の鉄道高架化が頓挫したことから、2000年代以降、都心部の踏切による道路渋滞緩和を図る目的で、当駅発着の通勤用区間列車は、ほとんどが廃止され、当駅を発着する旅客列車本数は大きく減少している。エアポートレールリンクの開業後は、 同線の各駅停車の s a t ラインが、通勤輸送等の機能を担うこととなる。2022年開業予定のイエローラインパッタナ間、駅との乗り換え駅となる予定。1908年1月24日に、大国鉄東本線第一機小軸間、クルンテープ駅チャチューンサオ間が完成し、それに伴い、当駅も開業した。島式ホーム2面3線を持つ、地上駅であり、 駅舎はホームに面している。2006年9月28日に開港したスワンナプーム国際空港の旅客輸送を主目的として2010年8月23日にエアポートレールリンクが完成し、それに伴い当駅も開業した。シーナカリン通りの東側に位置しており、道通りの西側にある東本線の駅からはやや離れた場所に高架駅として設置された。 急行列車の SA エクスプレスが運行されていた、当時は、当駅にて、各駅停車の s h t ラインが退避を行っていた。島式ホーム2面4線を有する高架機である。駅階層、王国の鉄路対鉄道の歴史、P294P296 香港の建設会社、ホープウェル社が提案したボット方式による高速道路建設。 大国鉄都心部高架化計画 P117 及び王国の鉄路大鉄道の歴史 P317、P319 事業免許の取り消し前、東千円線でも高架橋の建設が一部着手されていたが、建設中止決定に伴い、高架橋の構造物は施行途中のままとなり、後にエアポートレールリンクの建設に際して撤去された。 エアポートレールリンクの高架橋は新たに建設されたものである。王国の鉄路大鉄道の歴史 P307、王国の鉄路大鉄道の歴史 P49。ありがとうございます。